23で、年齢でいうと社会人1年目の年齢です。で、明治大学の卒業で、情報コミュニケーション学部っていうですね、まあ、社会学的なことを勉強する学部に一応所属してました。で、大学3年生、僕20歳になるときにですね、自分で会社を作って、仲間3名でね、会社を作って、仕事を始めました。何をやってたかというと、基本的に学生マーケティングのビジネスで、企業さんと学生をつなげて、なんかいろんなプロジェクトを行っていくっていう仕事だったんですね。例えば、まあ、企業とコラボしてイベントを開催したりとか、まあ、飲食店のお店で、まあ、居酒屋なんですけど、居酒屋を学生だけで経営しようみたいなプロジェクト、学生で店長もあの学生で、従業員も全員学生で、シフトとか、その商品とか、食材の仕入れとか、どういうメニューを出してやるかとか、その全部学生考えるっていう、まあ、そういうプロジェクトをやったりとか、また営業の仕事を学生が企業 の商品を売るとか、まあ、そういうことを仕事にしてますね。じゃあ起業するってことを学生だけで動かして、そうです。どうして僕が起業するきっかけっていうのがあって、僕が大学2年生から1年生の時にですね、まあ、イベント的なことをやってたんですね。でそのイベントの時にたまたま40歳ぐらいの経営者の方にお会いして、まあ、内田さんという方なんですけど、まあ、その方にお会いした時にこの人めちゃくちゃ面白いなと思ったんですよ。なんか言ってること意味わかんないし、すげえ豪華と高級なお店連れてくるしみたいな感じで、この人みたいになりたいなと思って、内田さんと何でもいいんで、ちょっと僕に経営というか、その仕事を教えてくれませんかって言ったんですよ。じゃあ、俺のカバン持ちやるよって言われて、カバン持ちって言って、カバン持ちカバン持ちカバン持ちって言ったら、本当にカバン持つだけじゃなくて、まあ、その人のアポイントに同行したりとか、その人の仕事を手伝うものとか、いわゆるデッチ奉公って言って、もう毎日一緒にいるみたいな、そのことをやらせてもらったんですよ、半年間ぐらいずっと。で、そこのカバン持ちの間に、いろんな経営者の方を紹介してもらったりとか、まあ、仕事とはこういうもんだよとか、人付き合いとか、人脈とはみたいなことをいろいろ教えてもらって、そうする中で、じゃあ俺もちょっと起業を挑戦してみようかなと思って、私の時に会社に行ったんです。大学4年生の時に、たまたま僕の先輩にですね、世界一周をした人がいて、それはちょっと独協大学の先輩、金田さんという先輩なんですけど、まあ、その先輩の話を聞いた時にですね、世界は広いなと思ったんですよ。まあ、まだ見たことない景色とか、人とか、食べ物とかっていうのを世界中にいっぱいあるっていうのをその先輩から聞いて、もうちょっとなんかいてもなってもいられなくなっちゃったんですよ。もうなんか、もうやばいみたいな、ちょっと俺も今すぐ世界にいてなんてみたいな、なって、ちょっと先輩、僕も世界一周行きますよと、その先輩に言って、もう行ってこいと、いうなって、世界一周になったんですよ。その会社は一旦辞めて、中止して世界一周になったんですね。で、半年間で大体30カ国ぐらい回ってきたんですけど、それで帰ってきてから、今のゴマブックスっていう、まあ、電子書籍をメインにしている出版社に、出版社とかこう IT の会社なんですけど、に就職する。で、働いて約半年で、今って感じですね。ただ単純に世界一周したじゃなくて、僕の場合は、なんか今大学生世界一周してるってめちゃくちゃ多いじゃないですか。なんか流行ってるじゃないですか。世界一周と何々みたいな。よく広告とかやってる。そう。なんか僕もそれにちょっと乗っかっちゃった感があって、世界一周しながら、世界中でビジネスをやってる、世界中で起業してる人たちに会ってインタビューしたんですよ。例えば、上海で飲食店を経営してる人に会ったりとか、シンガポールの投資家の方に会ったりとか、ロンドンの飲食店を経営してたりとか、もう世界中で、ビジネスをしてる日本人の人ですね。世界中でビジネスをしてる日本人の人に会ってインタビューしたんですよ。どうして海外に出たんですかとか、どうして、その国なんですかとか、大変なことは何ですかの聞きながらブログに書いて発信してたんですよ。まあ、目的は何かっていうと、僕自身が将来はそのグローバルな、肝で仕事をしたいっていうのがあるのと、あと一つは、日本人の若い人ってなんか今海外に行かないとか、留学の数が少なくなるというじゃないですか。まあ、絶対数がちょっと本当に減ってないんですけど、まあ、そういう人たちに向けて、若い人たちに向けて、海外にはこんな面白い人たちがいるよとか、海外ってすごい面白いんだよっていうのを伝えたかったっていう、この2つの目的だったんですよ。で、まあ、どうして電子書籍のオーガニゼーションで働くようになったかっていうと、旅をしてるとき、本大好きなんですけど、旅をしてるときって荷物なるべく少なくするじゃないですか。ね、そう、大変じゃん。本なんて重いから、はい、10冊持てないじゃん。ね、で、どうしようかなと思ったときに、たまたま電子書籍っていうのがあると知って、もうそれまで全然知らなかったんだけどね、電子書籍っていうのは。電子書籍があるっていうものを知って、iPhone で読んでたんですよ。で、そしたらめちゃくちゃ面白くて、これめちゃくちゃすごいなと思ったんですよ。このちっちゃい本の中に、
何千冊っていう本が入るってすげえなと思ったんですよ。イノベーションだなと思ったんですよ、本当に。で、まあ、そういうことをつらつらと Facebook に書いていたら、日本の、まあ、今働いているマロックスの社長がですね、お前何電子書籍に興味あるのと、まあ、元々知り合いだったんですよ、うん、何電子書籍に興味あるのって言われて、あ、ありますありますって、まあ、じゃあそしたら帰ってきたらいろいろ話そうぜってなったんですね。で、帰国して、まあ、その社長さんと話をしてくれたら、めちゃくちゃビジネスでもビジネスとしても面白いし、まあ、将来性もあるなと思って、ぜひ働かせてくださいってなって働かせてもらったんですよ。電子書籍に今やってる仕事内容は、まあ、いろいろあるんですけど、基本的には、電子書籍のプロモーションです。プロモーション、どうしたら、まあ、うちの自分の会社の作品を読んでもらうか、ユーザーさんに読んでもらうかっていうのを、日々試行錯誤してやってるって感じですね。その試行錯誤をして、うん、その後暗号、そうですそうです。なんか具体的に言うと、電子書籍って読んだことありますか？あ、ない。ありますね。あるね。漫画とか、あ、そうそうそう、はい、コミックとか。電子書籍の業界って今800億円ぐらいの市場があるって言われてて、そのうちの、まあ、ほとんどが漫画とかちょっとエッチなやつのね、エッチなやつ の、あのものがほとんど占めてるのね。あ、そうなんだ、うん、それプラスアルファで文字ものがあるんだけど、活字はだから結構少ない、ね、ちょっと少ない、まあ、最近すごい増えてきてるんだけどね、まあ、ちょっとそれは後で話すんだけど、その例えばコミックだったらコミックをどうしたら読んでもらえるかっていうのを考えていて、デジタルって週末に読む人がすごく多いんですよ。やっぱり土日に本読もうって人多いじゃないですか、はい、なんで金土日がすごく売れるんですけど、例えばその金土日により何倍数を増やすために、例えばそうなコミック の値段をちょっと安くしてみたりとか、限定セール、限定セールとして週末セールとしてなんか1巻を無料にしてとか、あ、そうすると2巻読みたいなってなるじゃないですか、とかそういうことを日々考えてやってる。基本的にプロモーションがいいですね。ただうちの会社ベンチャーなんで、そのプロモーションだけじゃなくて、まあ、例えばどういう本を書いたら売れるのかっていう企画もやったりしますし、その著者さんとの著者さんの対応みたいな